はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、深田えいみです。さあ本日なんですが、あのね、最強モンスターがね実装になりました。レッドアイ使い最強モンスター悪魔竜ブラックデーモンズドラゴン、かっこいい、マジでかっこいい。このモンスター、ちょ見た目見て、なんかあのアルティメットすじざんまいみたいなポーズしてるんですよ。これ好きなんですよね、このポーズ。なんかちょっとあの聖国竜アトムスにちょっと若干似てるね、あのアトムスを彷彿とさせるこのポーズね、これかっこいいでしょ。このモンスターね、効果も結構強いんですよね。ご説明していきましょう。レベル6のデーモン通常モンスターと、レッドアイズ通常モンスター、この2体を融合していかないといけないという、まあ、非常にね、あの独特な通常モンスターじゃないといけないですし、あのしかも名称して入ってないんで、なんか沼地のマシン王とかも使えないっていう、まあ、そんな感じのモンスターですね。で、自分は、悪魔竜は、一旦日常しか特殊ができない。1番、このカードが戦闘を行う場合、相手はダメージステップ終了時まで、魔法トラップ、モンスターの効果を発動できない。つまり、まあ、アンティキアモンスターですね。アンティキアリアクタードラゴンみたいな効果を持っている、これ非常に強力。まあ、今でいうところのクリボールとか、ベイルとか、それからスコアとかもそうですね、幻想の。ああいうなんか、そのダメ捨てとかで使うような、あのカード全部発動できません。これ、ね、サンダードラゴン相手とかだとマジで分からせられることができるんで、これ結構強いですこれ。で、2番目、融合召喚したこのカードが戦闘を行ったバトルフェーズ終了時、自分の墓地のレッドアイズ通常モンスター1体を、デッキに戻して、黒煙弾が撃てると。まあ、ちなみに黒煙弾過去半分です。はい。これはリンクスのね、あの一律バーンダメージ半減になってますが、これは半分でよかったと思いますね。これあの半分じゃなかったら2400バーンっていうとか、頭おかしいバーンが入るんで、これは妥当でしょう。これはこう、あの、珍しく、バーンダメージ半減が妥当なモンスターの一種類。で、どうやって出していくかっていう話なんですが、今回ですね、新しいですね、あの、スキルがですね、ちょっと待って、これは、スキルが、実装になりました、このレッドアイズルーレットっていう、これをね、使っていこうと一応思ってますね。あの、正直、その、このスキル、強くないんですよ。別に。これなんでかっていう話をするんですが、以下のモンスターのうちから、これね、この中から1体を選んで、デッキ外からデッキに追加する、これは強い、普通に。で、その後、デッキからランダムにレッドアイズカードを1枚を手札に加えながら、手札からレッドアイズカードをもちろん戻すっていう、まあ、要は、引いちゃったレッドアイズとかをデッキに戻して、なんかレッドアイズフュージョンとか持ってくれるかもしれないんで、まあ、それは強いんです。それは強い。で、縛りがあるんですよ。このね、縛りがね、ここはいいわ。このスキルはレッドアイズモンスター5枚以上を含むレッドアイズカードが10枚以上存在するデッキを設定するっていうのは別にいいんですよ、これ。これはまあそんなに難しくない。ここ。4ターン目以降にデュエル中に一度だけ。これ4ターン目以降の部分。これが弱い。これいる？これいります？じゃあなんか、コナミに聞きてんだけど、この4ターン目以降っていう文章いりますか？今まであなた方はレッド、なんかデモンズレゾナンスに4ターン目以降っていう文言つけましたっけ？あの竜騎士へ至る道に4ターン目以降っていう文言ついてましたっけ？ついてないですよね。あなた方が認めたデッキ以外はこの文章とこういう系の文章追加するのやめてもらっていいですか？マジで不公平。マジで。これマジ。本気で俺は怒っている。マジで不公平。お前らが認めた環境キャラデッキ以外認めねえみたいな姿勢ね。くたばれと思ってるんだけど、まあ、とりあえず、この4ターン目以降がなければめちゃくちゃ強かった。で、一応ね、このデーモンの召喚っていうモンスターを追加できるんで、このスキルはね。4ターン目以降じゃないと出せないけど、4ターン目以降であれば、さっきのね、この、悪魔竜を出していける。で、悪魔竜くんね、このバンダメージがあるんで、まあ、バトルして生き残ってればめっちゃ強いんですよ。で、しかもなんか、打点も結構高いじゃないですか。だから、俺は思ったんですよね。コンセントレートを打ったら勝ちじゃねって思いました。こいつでぶん殴って、コンセントレート打って、で、バーンダメージで、一瞬で勝てるんじゃねって思ったんで、これをぶち込みました。はい。結構強いです。このギミックは。で、普通にレッドアイズとかもコンセントレートで打点上がりますしね。で、他のギミックは普通にレッドアイズですね。インサイトとか、まあ、お土産とかね、こういう、リターンとか入ってて、普通のレッドアイズの動きをしながら、4ターン目以降とかいうなんかクソみたいな、制限あんだけど、そこで、レッドアイズ、あ、じゃあデーモンの召喚をデッキに追加してこれを出していくっていう、そんな感じの動きですね。はい。マジで4ターン目以降の文言早く消してくれ。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ユベルさんですね。よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。
デュエル、行くぜ行くぜ行くぜって言いながらモンスターセットしてことしかできないんだけど行くぜって言いながら、まあ、サンダードラゴンで OK。 でもサンダードラゴンはある程度事故ってほしい。さすがにもうこんだけ殺されてるんだから、リミットでちょある程度事故って、ある程度ある程度は事故ってください。マジでこれ事故んなかったらもうおしまいだよ。よーねー、ほらね、いやであのサンダードラゴンはある程度事故るんで最近ね、はい、こうじゃないですかこれ。さすがになんか融合したところであんまりいないんだよね。なんかあの対処反応があんまりそんなにはレビオニアがいるからで、だってここでさ悪魔竜出せたら勝ちなんだけど、本当だったら。ちょ遅えよ、4ターン目以降とかいう文章いるか、これ4ターン目以降とかいうクソみたいな文章いらないんじゃないかこれ。普通に普通に悪魔竜だったら勝ちなんだけどな。でお土産か蘇生札かっていう話なんだけど、まあお土産ですかね。お土産が一番強いですかね。蘇生札よりもなんかお土産のような気がするんだよなこれ。お土産にしましょう。お土産持ってきて、修学旅行のお土産持ってきて、でなんかもう最悪パクるみたいなことしましょう。はい。で殴るとスキル発動されるんで、殴りません。あの事故ってるサンダードラゴンには殴んないようにしましょうね皆さんで、ね、事故ってるサンダードラゴンにはあまり殴るとなんか動かれるんで、あまり殴らない方がいいです基本的には。であとはなんか強引に動いてこようとするんですよ多分。これどうやって動いてくるのか知らないけど、どうやって動いてくるのか知らないけど、雷電竜サンダードラゴンの雷鳥竜、これパクった方がいいねこれ。これねアドバンス召喚一番きついんで、これをこれ多分パクった方がいいです。これパクりましょう、あいつパクりましょう。もうねこれ致し方ない、これはもうこうこうしてこう、これで阻止、これで展開阻止、止まよーし止まった、よし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 、分からせますこれ。多分おそらく手札にはクリボールとかあるんですよ、クリボールとかあるんですよ、まあ、カイトロイドか知らん、カイトロイドねえや、ベイルとか任して、今から最強モンスター出すから、今からみんな最強モンスター出すから、俺は手札よりマジックカードをレッドアイスフュージョンを発動、デーモンの召喚とレッドアイスブラックドラゴンの魂を生贄に捧げることにより現れろ、悪魔竜ブラックデーモンズドラゴン。このモンスター攻撃する場合相手は魔法トラップモンスターの効果を発動することはできない。行け悪魔竜ブラックデーモンズドラゴンの攻撃、アルティメット魔法雷ダメしていいっすか、コンセントレイトお、どうしたフリーボール、どうしたフリーボール投げてみろよおい、あ、ベール投げてみろおい。さあお相手の方、あ、ファンサービスさんじゃないですか、ファンサービスさんじゃないですか、よろしくお願いします。デュエル先輩やべ、マジファンサービスだ、ファンサービスで結構強いからな、ファンサービス意外と強いんですよね。スピリッツ OK、黒金竜は装備できるので結構強そうですね。とりあえずレッドアイズスラッシュドラゴンを出しましょう。これね基本的に、あーもうこれでも悪魔竜で殴ったらさ、あれか発動できないのか、アイズの効果強いな。これ悪魔竜ね即出しできるようにするべきかどうかはね諸説ある。てか即出しできた方が強いことも結構あるから、このスキルにするかどうか、それともデーモンの召喚を入れるかどうかは、俺は正直デーモンの召喚入れた方が強いと思う。このスキルじゃなくて、なんか絆の力にして、あの何即座にその高校2ターン目即座にあの悪魔竜出せるようにした方が強いと思う俺は。だけどデッキの中にゴミが増えるっていうのもあるし、あとあの単純に城の内で使えないっていうのがねあるんですよ。まあ本当はエビルデーモンの効果を使いたいんで、聖願書したいから絆の力が一番強いと思うんだよ俺は。俺はレッドワイズは絆の力が一番強いと思ってるんだけど、ただやっぱり城の内が持ってないんで絆の力をね、戦士たちの草原とか意味ないし、だからちょ残念ながらもう対象に取らないとこれどうでもいいわ、もうしょうがないこれは。やっぱりね男ならね、男城の内ならね、やっぱり城の内で使ってこそレッドアイズだと思うんですよ僕は。まあ、最悪ねその黒金竜を
エビルデーモンに装備するっていう動きももちろんできるんだよね。ナンバー15、あー M 字開脚、ギミック M 字開脚、なるほど。でこれあれか、コンドレンスパペットで破壊耐性を付与して、それはうめえわ。これで効果では破壊されなくなる、やばい。これあのレッドアイズスラッシュドラゴンで無効にしたところで破壊できません。これはしょうがない。これは無効にしたところでっていう感じあるんで、無効にする必要性ないと思うんですよ。これどうせ持ってくるんで2体は、どうせ知らないでしょこれ。なんでこれこうですね。でスラッシュドラゴンの効果発動、装備されていたモンスターをめっちゃ蘇生する。で黒金竜の効果も発動する。もちろん次のターン一応悪魔竜を出せるって頑張りましょう。インサイドでいいか、インサイド持っていきましょう。そういえばなんですけど、あのレッドアイズオロタラというドラゴンとか、あとあのダークネスメタルとかはいつくれるんですかね。そろそろレッドアイズにも強化欲しいですね。修学旅行のお土産ポンって当たりましたけど、なんかできればね、あのあいつが欲しいですよね。なんだレダメ、レダメと、まあ、あのエラッタされてるんで、レダメも名所大使になってるんで、多分ねそんなに悪さしないと思うんですよね。あーでもあの青眼デッキとかに入るかちょっと強そうだな。なんかスキルで追加しよう。レダメはなんか城之内のスキルで、どう、その普通にその程度上のドラゴン族モンスターを除外すると、あのレダメを生成するっていうこと、強そうじゃないちょっと強そう。程度上の闇属性ドラゴン族モンスターをゲームから除外するとレダメを製造するっていうのと、俺が考えた最強スキル、僕が考えた最強スキル、まあそれはいいよ。普通にそのジャイアントキラー2体は別にそんなに痛くない、そんなに怖くない、それはそこまで怖くない。はい、ネクロドールね、オッケー。ネクロドール、ネクロドールで特殊召喚、はい、壁生成ね、オッケー。いやでも言うてレッドアイズ君は結構その蘇生具がいっぱいあるんで、割と盤面が復活する、はい、バイーンなめんな、マジでレッドアイズワイバーンなめんな。ターン終了、レッドアイズスピリッツの効果発動、レッドアイズスラッシュドラゴンを特殊召喚、はい、お帰りなさい、お帰りなさい。さあ行きましょう、さあ満を持していきましょう。俺はスキルを発動するぜ、スキル発動、レッドアイズルーレット、デーモンの召喚を敵に加えるぜ。そしてレッドアイズフュージョンはもういらねえな、あんまり今持ってるわ、まだリターンをレッドアイズよこせ。そして、レッドアイズインサイトを発動、持ってるからいいよ。レッドアイズインサイトによってエビルデーモンを墓地の送り、リターンオブレッドアイズを手札に加える。さらに手札よりマジックカードレッドアイズフュージョンを発動、レッドアイズブラックドラゴンとデーモンの召喚の魂を天に捧げ、現れろ悪魔竜ブラックデーモンドラゴン。ああ一応セリフあるんですね。そしてお土産セット、リターンセット、まあ戦士とか1枚装備できるんで、これ1枚セットしいですね。1枚セット、攻撃表示で変更、バトルワイバーンでお前の副創作モンスターを攻撃、そしてスラッシュドラゴンの効果を発動、スラッシュドラゴンは逆に移動装備できる。そしてこいつでこいつでぶん殴っていけ、ブラックデーモンドラゴンの攻撃、アルティメットダークメガフレア、ターン終了時バトルメイズ終了時ブラックデーモンドラゴンの効果、レッドアイズブラックドラゴンをデッキ戻し1200万、まあ本当は2400万本当は2400万なんで勝ってます。それこのターンで勝ってます。本当だったら、まあ、リンクスはなんかバーンダメージ半減なんで、まあ、こいつは半減してよかったと思いますけどね。コンドレスファイト、何動けるまだこれ無理じゃね、それ墓地小屋しだよね。はい、それはいい、まあ、ちょっと一応使うだけしとくわ、装備だけしといて、はい、こいつに装備しといて、で出てきたモンスターパクロ、ネクロドールデザインパクロ、もうさあどうする。ファンサービスさんよ、これが噂のファンサービス返しってやつよ、これが噂のファンサービス返しってやつ。ターン終了、どうした、おファンサービスそんなもんか、お前のファンサービスそんなもんか、そんなんじゃファンにならないぞ。悪魔竜ブラックデーモンドラゴンの攻撃、アルティメットダークメガフレア、君も僕のファンになったかな。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、そこはね
外羽ねおしゃれお兄さんですね。よろしくお願いします。ギョル先輩。あ、なんだそれ。ちょやめろ。ちょ伏せカード濃いんだよな。レッドアイズってあの高校取られた高校取っちゃった時にの伏せカードに大体処されるんですよ。大体ね、何でも処されるんですよ。大体。だがこの瞬間リバースカードだ。永続トラップ。動きシェリア。おいふざけんなよ。おい。お前ふざけんなよ。何してくれてんだ。なんだよそのカード。お前ふざけんなよマジで。融合禁止でふざけんなマジで。あ、モンスターを召喚サイキックリフレクター。やべえ、これ融合禁止エリアで融合を禁止して自分だけシンクロするタイプのデッキだよこれ。うざ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 すぎ。わろた、これ融合禁止エリアで、これ何めったこれ幻想、なんか融合禁止エリアで融合を禁止してシンクロ召喚、自分だけシンクロ召喚するタイプのデッキや。うざすぎ、もう性格悪いぞ、性格悪いぞ。9、なるほど。あードラッコンバーミリオンかな。いやきついなこれ。え、これどうやって勝てばいいの。今日コンセントレートで勝てるこれワンチャン。コンセントレートっていう最強カードで分からせられる可能性ある。はい、モンスター効果発動。ドラッコンバーミリオンの効果で何を返するんですか。あーそっちー、きちー、助けてー。ソーセーグだがなくなってしまった。きついよ。いやもう無理だろこれ、勝てねえよ。コンセントレート2枚はやりすぎだよ兄様、やりすぎだよ兄様。とりあえずレッドアイズルーレットしかねえ。レッドアイズルーレット、何加えたらいいの。これエビルデーモンの方がいいか。でも融合禁止エリアがあるから、まあ、サイクロン入ってはいるが引けなかったら終わるんで、一応レッドアイズエビルデーモンを2枚に製造しといて、で持ってくるのはフュージョン。意味ねえんだって、融合できないっつってんだろ、融合できないっつってんだろ。インサイトよこせボケが。殴っておくしかないですね。やつは殴っておくしかない。いややつはマジで殴っておくしかない。あでもあれか、レッドアイズギアフィードで一応バック割れる可能性はあるのか。バドル頼むぞ、ダメージステップコンセントライト。よし、厄介なモンスターはしょった。マジで本当に融合禁止されてるけどなんかワンチャンある。カッターシャーク、やばやばくね。え、これやばこのデッキ。融合禁止エリア張って自分だけシンクロとエクシーするとかいうのがクソみてえな。融合次元に対する恨み深すぎるだろ、ふざけんな。融合次元に対するなんかヘイト高すぎるだろお前。黒崎かよ、黒崎俊かよお前は。どうしたお前、そんな融合嫌いか。俺は結構好きだぞ。てかなんなら俺が一番、俺は好き、一番好きだ融合が。俺は融合事件が一番好きなんや。やめろ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 、そういうことすんなマジで、そういうことすんな。ちょっとずるいよこれ。一人だけさ融合禁止エリア張ってさ自分だけ新境でエクシーするの迷惑じゃない。でもコンセントレートあるから一応入るついきますよこれ。うおーダメージステップ、コンセントレートほらめちゃくちゃめちゃくちゃ耐久してる、めちゃくちゃ耐久してる。インサイト来た、いやインサイト来た、インサイト来た、インサイト来た、違う、インサイトはこれはもうエビルゲームをもちろん来て、でこれ蘇生札を持ってくるしかねえ。蘇生札を持ってくるしか道はねえぞ。パクる方でもワンチャン強いか、パクる方ワンチャン強いな。パクったら強いこれ多分、パクったら強い。しかもなんかワンチャン融合禁止エリアを解除できる。で、あ、え、ワイバーンの方があるの、マジやった。え、これエビルでしょ、稼げんねん。あ、強っ、あ、ワンチャンスある。なんかワンチャン出てきた、ワンチャンある。これこれってさ、サイキキリフレクター引いてもでもシンクロできる場がないし、バトルしかないよね。そうだね。じゃあお土産発動するでしょ、お土産発動して、あ、来た、で、お土産発動する、お土産発動して、でギアクリードこうか、家でいいね。これパクった方がいいね。これこれはね、スパイダーシャークをパクることによって相手は戦闘ではこのモンスターを突破できなくなりますから、はい、2600、おい。
おい。よしよし。よし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 。ワンチャンある。ワンチャンあるこれ。ワンチャンあるよこれ。マジで。ガチでワンチャンある。エビルデーモンの効果。インサイト。発動。で、まあもうエビルデーモン送って。で、蘇生札を持ってきて。あるあるある。ある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 。あるあるある。これ通る説。いけ。いいよ。勝てるんかーい。